はい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 。やっぱりイオリはマジでいいピッチャーやね。ほんまにいいピッチャー。球も速いし、コントロールがやっぱりいいしね。変化球もやはり多彩であるし、で、マウンドさばきとかね、なんかその、打席に立ってる時の表情もそうやし、なんかその負けん気の強さもすごく感じるし、なんかもうここまで来たら絶対最後まで投げさせてくださいみたいな、その強い気持ちというか、その、なんて言うんだろう。まあ、気持ちの話になっちゃうけど、めちゃくちゃそういうのってやっぱ結構、最終的にはそこが一番大事だと思うんだよね。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対、ドラゴンズの試合解説をやっていこうかなというふうに思ってます。まあ今日の試合はですね、もう山崎、いより様々というところで、ジャイアンツが2対0というスコアでですね、勝ちました。はい、っていうところで、まあすごくジャイアンツファンからしたら嬉しい、試合結果にはなってるんですけども、やはり山崎いより投手、まあ、プロ2度目かな。プロ2度目の完封勝利というところで、非常にナイスピッチングでしたね。はい。塁をね、出すことっていうのは結構多かったんですけども、やはりね、随所というか、要所要所、踏ん張り、切れましたし、尻上がりにね、コントロールであったりとか、球の精度っていうのは高まっていきまして、中日打線もね、なかなかこう、打ちあぐねていたんじゃないかなというふうに思っております。じゃあね、まず最初に今日の試合の一言メモをね、お伝えしていきたいと思うんですけども、今日はこちらになります。山崎伊織の投球に尽きる。結果的に2点目が非常に大きかったというようなゲームの感想になっております。じゃあですね、今のコメントのところを後半にですね、しっかり解説していきたいと思っております。じゃあね、今日の動画の中で説明しておきますけども、まずボードの左側でですね、得点シーンさらっと振り返ってみます。そしてボードの右側でですね、僕が今言ったようなところをね、詳しく話したりとか、あ、ここはこういうプロの駆け引きがありましたよねとか、ここはね、こうですよねみたいなことをできるだけわかりやすく、できるだけ面白く、野球の楽しさであったりとか、奥深さをね、みんなに知ってもらいたいというふうに思って、できるだけね、飽きないようにね、話していきたいというふうに思ってますんで、ぜひね、ジャイアンツファンの方であったりとか、ドラゴンズファンの方が見ても面白いかなというふうに思っておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。じゃあ、得点シーン、さらっと振り返っていきますけども、今日はですね、まあ、7回表に、まあ、2点取っただけで、あとは全部ゼロだったんですよね。で、この、7回表ですけども、ワンアウト満塁から門脇選手ね、高めのボールをね、カーン食らいついてね、ツーストライク追い込まれてるんですけども、カーン打ちに行って、まあ、まあ、イメージで言うとエンドランのような形でね、打ちに行って、センター前ヒット打ちますと。で、なお、ツーアウト満塁からね、丸選手がしっかりフォアボールを、しっかり勝ち取りましてね、押し出しという形で、2点取ってますと。で、この2点をしっかりね、まあ、山崎伊織投手もそうですし、バッテリーを中心に、しっかり守り抜いて、2対0という形で、勝ったというゲームになっております。じゃあちょっと右側でですね、僕の解説していきたいというふうに思っておりますので、こっから見てよ。こっから楽しいからね。野球の楽しさわかるからね。OK、いきます。はい、まず、今日の序盤の展開というのをちょっと皆さんにね、お伝えしたいんですけども、今日はですね、山崎伊織投手、ジャイアンツね。で、中日は涌井投手というところで、非常に今、好投手。好投手の投げ合いというところで、まあ、試合のね、の前ではですね、なかなか点が入らないやろうっていうのはね、まあ容易に、予想できるんじゃないかなというふうに思うんですが、まあその二投手ですね、非常にね、やはりコントロールが良くてですね、山崎伊織投手に関してはですね、はじめね、初回ちょっとね、まあフォアボールを出したりとか、そういうのはありましたけども、まあちょっとね、審判の誤審というか、ちょっとストライクゾーン辛いなっていう感じはあったんですよね、はじめもね。まあそういったところもありましたけども、先ほども言いましたように、尻上がりにめちゃくちゃ球の精度が上がってったというところありますと。で、反対に、涌井投手ですけども、この間の登板でね、めった打ち食らってるんですよね。
うん。確か初回も投げきれずにね、降板をしてるというね、非常にまあ悔しい登板から今日どんだけ挽回できるかっていうね、登板だったと思うんですけども、非常にね、涌井投手ね、37歳なんですよね。37歳に見えないんですけども、非常に若々しいんですけども、37歳のピッチャーです。ピッチャーがですね、もうね、ストレートの威力がものすごく強いんですよね。もう序盤からもう148、47ばっかり連発して、やはり、涌井投手で結構、こう、遅いモーションなんですよ。ゆったりのモーションから、球が速いんで、バッターがみんな差し込まれてるんですよね、ストレートに関してね。みんな差し込まれてる。で、それに、まあ、スライダーであったりとか、シンカーであったりとか、まあ、フォークであったりとか、まあ、いろいろ球種もね、多彩ですから、もうジャイアンツ打線もね、めちゃくちゃ翻弄されてるわけですよね。で、その上でですね、まあ、この、僕が初めに気になったところはですね、4回裏なんですけども、やはり山崎伊織投手がちぎり上がりにめちゃくちゃ調子上げてきてますと。なかなか打てないですよというところで、まあ、この回あたりからね、中日の打線がめちゃくちゃ早打ちというか、もうストライク、ね、追い込まれたらなかなか打てるボール来ないから、もうなかなかこう、初めからバッと振っていけみたいな感じの、おそらく指示が出てたと思うんですよね。で、この回、なんと三者凡退、石川、細川方という3番、4番、5番なんですけども、まあ、サードゴロ、ピッチャーゴロ、セカンドゴロというところで、三者凡退に終わるんですけども、なんとこの回6球で終わるんですよね。で、別に早打ちが悪いとか、そういったことは言ってないんですけども、やはりね、好投手同士の争いとか、そういったことになってくると、やはり追い込まれてからなかなか打てないよというところがあるんで、よくね、ベンチなんかでエンジン組むことってあると思うんですけども、ああいう時って、まあいろんな指示が飛んでるんですけども、基本的にコントロールがいいピッチャーとか、決め球があるようなピッチャーっていうのは、追い込まれる前にどんだけスイングをかけられるか、勝負をかけられるかっていうのが非常に大事になってきますんで、まあおそらくですけども、このあたりからまあ指示が飛んでた。初球から振りに行けというか、もう、追い込まれるまでに勝負を決めていきなさいという指示が飛んでたんじゃないかなというふうに思います。で、5回表ですね、こちらジャイアンツの攻撃なんですけども、先頭の坂本選手がね、フォアボールで出塁しますと。で、ここで、ノーアウト注意で萩尾選手だったんですけども、まあ、バスターエンドランという形で、ちょっと空振りをしてしまってね、まあ少しちょっと内角の厳しいボールで空振りをして、木下捕手もちょっと、まあパスボールというか、まあこう補給ミスをして、まあランナー二塁に行きますと。で、そこで、まあ、バントの構えをしてたんですけど、そこからバスターに切り替えて、打ってというところで、まあ、おそらく、まあ、右方向を狙ってたんだろうなっていう打ち方はしてたんですが、それがね、ちょっとピッチャーゴロになってしまうというところでね、これはね、なんとか、もう、ほんま、バットの根っこ当ててでも、何してでも、右方向に転がしたい場面なんですけども、そこでね、ちょっとピッチャーゴロ、まあ、手首がちょっと返っちゃったのかなっていう感じはあったんですけど、ちょっとね、これはピッチャーゴロ打っちゃうっていうのは、少しね、良くなかった。と思うし、それだったらもうバスターもなくね、もうそのままもう右打ちをした方が、良かったんじゃないかなっていうのもちょっとありました。で、ワンアウト二塁になりまして、まあ、岸田選手ね、初球のスライダーを狙っていきましたけども、サードゴロ。で、2アウト2塁で門脇選手、まあ3ボールになるんですけども、まあ次のね、バッターが山崎伊織投手というところで、まあ勝負をかけてね、3ボールからバット振りに行ったんですけど、ファーボールで、ファールボールで、その次のボールがボールで、死球となりますと。で、山崎伊織投手がですね、まあ見逃し三振をするというところなんですけど、まあこの岸田選手と門脇選手ね、やはり、山崎伊織投手が非常にいいピッチングしてるというところで、まあ、なかなかまだ代打は出せないというところで、まあ、しっかり初球からというかね、岸田選手は初球のスライダー。で、門脇選手は3ボールからの、まっすぐかなを狙いに行ったっていうのは非常に良かったと思うし、やはり、こういう状況とか、まあ、代打、セリーグは代打があるんで、代打というか、DH がないんで、こういうね、駆け引きみたいなところは非常に大事になってくるというふうに思ってます。はい。で、次気になったところはですね、5回裏ですね。これもですね、先頭岡林選手がね、非常にうまーくね、低めのフォークかな。うまーく打ってね、もうボール球なんですけども、非常に打って、ライト前ヒットと。で、ノーアウト中で木下選手、バントを決めますと。で、ここですよね、ワンアウト二塁で田中選手をレフトフライに打ち取った場面なんですけど、ここもですね、今さっき言った、
まあそのピッチャーに代打あるかないか問題なんですけども、ここも涌井投手が非常にいいピッチングをしてるから、まあその、田中選手ねは、田中選手からしたらやはり自分で決めたいっていう気持ちがあるんですよ。でそこで、まあ、田中選手って、まあ、僕が思うにですね、どっちかというと、右方向に打つのが上手いバッターなので、右方向で打たれて、例えば1、3塁とか作られて、例えばね、涌井選手ね、セーフティースクイズとか、そういうめんどくさいことをされたら、点が入っちゃうんで、そこでね、インコーススライダー行って、レフトフライに打ち取るんですけども、これはね、非常に良かったと。いうふうに思います。で、2アウト2塁から涌井選手をね、しっかり三振取れたっていうところで、そこは田中選手をしっかり抑えれた。先頭岡林選手出したんだけども、しっかりそこの田中選手を抑えれたっていうのは、非常に大きかったなというふうに思いました。で、次気になったところ、6回裏ですね。ここ6回裏なんですけど、これね、ピンチ迎えるんですよ。山崎伊織投手がね、ピンチをね。大島選手をスローカーブで最後追い込んでからスローカーブをちょーんってうまいこと当てられて、レフト前ヒット。で、ノーアウト一塁で村松選手が、セカンドゴロで、ワンアウト一塁で石川選手にですね、まあ、カット2球いって、ストレートいって、カットいって、で、ストレート2球いって、そのストレートの最後のボールがね、真ん中入っちゃってね、アウトコース構えのが、真ん中入って、ライト前にカッチン打たれるんですよね。で、それで、ワンアウト一、二塁っていう場面で、ここでね、まあ、ドラゴンズの一番、いいバッター、今調子がいいバッターの細川選手回ってくるんですよね。で、ここで、もうギアチェンですよね。もうギアチェン。はい。ここで、まあ、大体ね、細川選手って結構早打ちというか、早めから勝負仕掛けてくるバッターなんで、そういった時っていうのは変に、容易にね、ストライク取りに行くっていうよりかは、こういうチャンスの場面。まあ、ジャイアンツから言うとピンチの場面なんで、初球から振ってくるっていうのはもう重々承知してるんで、決め球から入っていくわけですね。で、フォークボール行って空振りと。で、ストレート2球行って最後もフォークボールというところで、この1球目とこの4球目のフォークボールが素晴らしいところに決まってね、もう、細川選手も三振したというところで、しっかり初球を決め球でから入ってきて空振りを取って、で、最後も、1球目と同じようなね、ストライクからボールになるようなところにフォークボールをしっかり落とせたっていうのは、ここはね、非常にナイスピッチングだったというふうに思います。で、ここで、2アウト1、2塁で中田選手に回ってくるんですけど、ここがね、正直一番危なかったんですよね。では、結果的にショートフライなんですけど、これも 3-2 まで行って、最後カットボールだったと思うんですよ。でもカットボールがね、マジで真ん中行ったんですよね。多分おそらくフォアボール出したくないとか、まあちょっとね、多少やっぱそういう、頭もありますから、真ん中行ったんですよ。それをね、打ち損じてくれるんですよね。中田翔選手がね。で、ショートフライになるんですけども、これは、中田選手からすらめちゃくちゃ悔しいミスショットだし、もしかしたら序盤にシュートとかでインサイドを起こしてたから、インサイド意識させてたから、もしかしたらちょっとずれてショートフライになったのかなっていうのも配球のすごく面白いところかなというふうに思います。で、つい気になったところ7回表ですね、ここジャイアンツが点入るところなんですけど、まあ先頭岡本選手がフォアボール出ますと。で、坂本選手がライト前ヒットね、今日2本目のめちゃくちゃいい当たり打つと。で、ノーアウト1、2塁で、萩尾選手がね、プロ初バントを決めるんですよね。このノーアウト1、2塁のバントってめちゃくちゃ難しいんですよね。めちゃくちゃ難しい。なぜかっていうと、ファーストがチャージしてくるわ、ピッチャーはマウンド降りてサードに降りてくるわっていうところで、非常にね、決めるのが難しいバントなんですよね。で、そこで、一番いいバントっていうのは、やはりサードにランナーを送りたいから、サードに取らせるようなバントをすればですね、サードにベースマンというか、カバーはいないですから、サードに取らせてあげられるようなバントをすれば、確実にランナーっていうのは三塁に行くんですけども、遅れるんですけども、そのバントをですね、プロ初バント、初ギラにもかかわらずですね、しっかりこう、パーンとこう、サードに取らせるようなバントができたっていう、この萩尾選手は非常に素晴らしかったなというふうに思います。で、ワンアウト二三塁から岸田選手のフォアボール。で、ワンアウト満塁から門脇選手のこれ、センター前ヒットなんですけども、これね、すごく良かったのは、まあ、この間ちょっと前の直樹さんもありましたけども、やはりチャンスで、どんだけいかにスイングをかけていけるかっていうところに尽きると思うんですよね。で、この打席なんですけど、まあ、スライダー、ストレート、ストレートっていう、この3球目に、打った球なんですけど、
結局、このスライダーの時もスイングかけてファール打って、で2球目のストレートもファール打って、で3球目、ツーストライク追い込んでるんで、高めに要求したんですよ、木下捕手がね。で、その高めに実際投げてきたんですけど、それを大根切りのようにパーン打って、センター前に打ったんですけど、もうこれもやっぱり1球目、2球目、しっかりスライダーとストレートをしっかり振って、タイミングを合わせてるから、高めのクソボールでも、バットが出て、当たってヒットになるんですよ。だからここで、特にピンチじゃなくて、チャンスの時はですね、まあ、相手もね、そんな簡単に打たせようというか、打たせまいと思って投げてきてるボール、そんなことは打つの難しいの分かってるんですよ。だけど、少しでも確率上げるためにですね、やっぱりこう、ある程度初球からというか、まあ、多少ちょっとタイミング合ってない、勝ったとしてもですね、やっぱ振っていく姿勢っていうのは、空振りしてもいいから、大事なんですよね。で、緊張したりとかして、やっぱ、体が硬直したりするんで、やっぱりこう、振って、やっぱこう、鳴らしていくっていうのは大事なんですよね。特に、チャンスの時っていうのは。それをしっかり、門脇選手が、できてたっていうところが、今日ね、このね、センター前に繋がったんちゃうかなっていうのを僕思うんですよね。で、で、この後ですかね。で、山崎伊織選手は、まあ、空振り三振。で、ここも、涌井投手がもう、絶対にバットに当てさせないよっていうような、絶対三振取るよっていうようなところに、バットに当たらないような低めの変化球をね、全部投げ切って、空振り三振と。で、ツーアウト丸になりますと。ここで丸選手回ってきますと。で、これね、結果的に押し出しのフォアボールになるんですけど、これね、非常にね、難しいというか、めちゃくちゃ高度な駆け引きというか、あったんですよね。で、これ、ツーストライク、ツーボールから、涌井選手、渾身のシンカー投げたんですよ。めちゃくちゃいいところに落ちた。ストライクからボールになるところにカーン落ちたんですよ。なんですけど、丸選手が、それを見送ったんですよね。涌井投手、木下バッテリーからすると、このシンカーで仕留めたかったんですよ。スリーツーになると、プレッシャーもすごいし、押し出しもあるしっていうところがあるんで、で、ランナーも、ツーアウトからスタートするしっていうところで、絶対 2-2 のこの進化で決めなかった。で、涌井投手もですね、めちゃくちゃいいところに進化落としたんですよ。なんですけども、それを丸さんが、ピッター止まってね、ボールを選ぶんですよ。で、これで 3-2 になるんですよ。で、やはり、ピッチャーっていうのは、3-2 とかやっぱカウント追い込まれてくると、やはりストライクを投げたいっていう気持ちはね、絶対働くわけですよ。で、そこで、この2-2から低めの進化を見逃されてるから、じゃあ低めに行っても多分これ不乱かもしれんっていう気持ちもやっぱ出てくるわけですよ。で、そこで最後ね、スライダーだと思うんですけど、それがね、ちょっと浮いて、で、丸選手がね、ボールを選んでフォアボールになるわけですけども、ここも、やはり、結果的に今日試合見るとですね、やはり1対0で行くのと、2対0で行くのでは、やっぱりピッチャーのこのプレッシャーっていうのは違うし、ここの2点目っていうところはね、この 2-2 から進化を見逃せたから、結果的にね、この丸選手が、プレッシャーを涌井投手に与えて、その涌井投手も、それにね、負けて、フォアボールを出してしまったっていうのがあるんで、これはですね、非常に高度だし、涌井投手からすると、甘くいって、長打食らうのも地獄だしっていう、もっと点入っちゃうしっていうところもあって、まあ、ボールが抜けてしまって、フォアボールになるんでね。これはね、非常に高度なね、駆け引きというか、まあ、その、2-2で決めたかった、中日側と、それを見遅れた丸選手っていうところの、このね、なんて言うんだろう。非常にレベルの高い争いというか、そういったところが非常に面白かったな、というふうに思いました。で、最後ですけども、8回裏ですけども、まあ、その2アウトから村松選手のショートゴロを、門脇選手がちょっとエラーしちゃうんですよね。アンツーカーのところで、ちょっと前に出ようか、前に出まいかっていうところで、こう、前に出たところで、ちょっとバウンドが悪くなってですね、まあ、ちょっとエラーしてしまうと。で、こういう時って、2アウトから何でもないショートゴロが、ランナーが出ますと。で、迎えるバッターはなんとこの石川選手というところで、一発あるじゃないですか。で、ここ怖いんですよ。で、こういう、野球あるあるな、野球あるあるなんですけども、フォアボールとか、エラーとかで出たランナーを、ホームランで返して同点とか逆転っていう試合を僕、腐るほど何百試合も見てきたんで、やはりね、ドキドキするわけですよ。ここどうなんやろうとか、と思うんですけども、やはりね、これね、今日に関してはですね、その、ドキドキよりも、恐怖心よりも、この山崎伊織投手の、ピッチングがはるかに素晴らしかったんで、そのね、2アウト1塁から石川選手でしたけども、この、多分これ、おそらく初球だったと思うんですけど、
初球のカットボールかな、スライダーを、まあ、レフトフライ打ってくれて、それもね、別にね、打たなくてもいいような、結構厳しいボールだったんですけど、それをね、振ってくれてね、レフトフライというところで打ち取れて、その、なんか、ランナー出たけども、しっかりピッチャーがね、カバーできたというか、まあ、山崎伊織投手の、その、投球にほんまに尽きるなというか、そういったことはね、非常に今日感じさせていただきました。はい、そんな感じでですね、今日はですね、もう山崎伊織、様々というところなゲームだったんですけども、やはり、まあ今日も勝ってるんだけど、やはり2点しか入らない。まあ相手のね、涌井投手もめちゃくちゃいいピッチャー、藤島投手とかもね、めっちゃ橋本投手とかもみんないいピッチャーなんですけど、やはりね、2点っていうのはですね、いやまあ勝ったら勝ったでいいんですけども、でも、どうなんかなっていうところはあるし、もしピッチャーがね、落ちてきた時に、この2点を守り抜くと思ってて、ドカーンって行かれて、ああ、もう試合終わった、みたいな感じに、なんかなりそうな感じがあるんで、そのピッチャーが頑張ってるうちはまだこの点数でも、なんとか勝てる、時もあると思うんですけど、やはり夏場とかなってきたら、暑いし、ピッチャーも集中力切れるし、打たれ出すし、って疲れも溜まってるしっていう状態になってくると思うんで、そこまでにはですね、絶対打線を上げていかないといけないと思うし、新しい選手なのか、まあ、補強選手なのか、2軍から突き上げてくる選手なのか、組み替えなのか、どうなのかっていうところはいろいろあると思うんですけども、そこはね、本当に、安倍巨人というか、そこはしっかり考えていかないといけないところかなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。